紅葉が綺麗だね。やっとここまで来ましたね。やっと着いたの。事故が多すぎましたね。そうだね。渋滞がすごかったよ。やっと着いて、今タープを立ててます。どこ行くの？追いかけられている、寺に。座り座り向きがおのおの。出よう。キャッチだよ、ピコ。見て、キャッチ。まあ、すぐいぐい来るね。よし、チェンジ。よし、グランプリファイナルだよ。テラちゃんすごいね、頑張ったね。ピコはね、 3WD っていうのに出る。待ってな、ピコさせてもらって、うん、でもキャッチできんよ。それを言うな。はい、ではご飯食べてゆっくりしたいと思います。9時15分、もう明日のために寝ます。てら、明日のためにゆっくり休んでね。てらちゃんおやすみ。はい、パパさんおやすみ。おやすみ。そしてなぜかピコ、私のシュラフの上に寝ております。ピコもちゃんと頑張るよ明日。こんな感じです。今のところは風はないみたいだけど、午後から風吹くみたいですよ。今日はここにテント張りました。でね、ちょっとここね、空砲が、鳥獣よけの空砲が鳴ってるんで、テラがもうちょっと嫌がっちゃってるんで、それが心配です。どうなるか。なんとかテンション上げて走ってくれるといいんだけど。今日はいい天気、雲一つない青空です。はい、ピコと散歩です。テラは車の中。ピコ行くよ、こっちこっち。受付、あっちの方でめちゃくちゃ並んでます。かっけ、あ、かっこいい。なんで私が持ってる？参加した自分でしょ。ほんまやな。さあ、いよいよ始まります。テラパパチーム頑張れ。青色、青色、スモールの色、青タイツ。なんでやねん。まだ北海道引きずっております。ランキング1位、今日も1位、今日も1位だって。さすが。さあ、じゃあ頑張ってもらおうかな。このぐらいの風やったら俺が勝つけどな。着るからだよね。はい、グランプリファイナルの参加賞です。ステッカーとディスクとワンちゃんのね、消臭剤とクッキーです。はい、犬用おやつも買ってきました。これ小さくサクサクだって言って、テラも食べれそう。これいつものクッキーをね、なんか小さくカットしてくれてます。使いやすくそうでいいね。皆さん、日本一決定戦なんでね、練習に身が入ってます。はい、スモールのメンバーです。青色 T シャツ、ママちゃん、ママちゃん。楽しそうですね。さあ、始まりますよ。第13回中大村大会課題より選手入場です。11位テラ、7位レア、6位ウヒロ、出場皆さんおめでとうございます。
K9 ディスクジャパングランプリファイナルは第13回を迎えました。この後表彰の方に入ります。ピコのカテゴリーの年間ランキング1位の方です。ピコちゃんも頑張れるといいね。今年で9歳を迎えたイチゴになんとか記録を残してあげたいという気持ちがあり、スノーブロック第1位椿のチームテラのスモール年間ランキング1位です。今年はあのヌドスビーで本当頑張ってくれました。今日明日もっきり楽しみたいと思います。選手宣誓、我々 K9 グランプリファイナル2023出場者正々堂々とディスクプレイを披露し、インフィニティ無限大の感動を見る人に提供するように頑張ります。はい、チーズ。さあ始まりますよ。はい、練習してます。いいね。納得いくまで投げ練してください。はい、テラとピコちゃんちょっと出てきました。関東賞おめでとうございます。夫婦揃ってじゃないですか。いいね、嬉しいね。スカホーにします。うーちゃん9歳ママのせいで時間かかっちゃったよ。ここに吹いて投げたらさ、パクって斜めのやつをパクパクって全部取ってた。いくらボーダーコリー9歳。まだテラの出番まで時間があるので休憩タイムです。昨日買ったリンゴです。おいしい、うん、よし。一歩下がってピコ、この音、食べ方、はい、よし。いい音するね。おいしい、よし。ピコはお友達の応援グッズです。はい、ボール次、あと10分後に始まります。風さ、3メートル4メートルっていう予報なんだけど無風なんだよね。逆にプレッシャーパパかかってんだけど頑張れ。はい、待機中です。超緊張しております。お庭とフレンズ戦ちょうどです。これから、うん、緊張が今すごいの。もうすぐ投げるの自信がさあ頑張ってもらいましょう。さまじっと左側収まって7ポイント。さあスタートしてあげます。20点目その後で真ん中取られたな。8ポイント。さあ最初にキャッチ決まって7ポイント。緊張してきた。私が緊張してきた。セラはホイッティングボング11歳。ティラのグランプリファイナルに連れて来てもらいました。ありがとう。ティラはパパと楽しいので、パパはティラを信じてくれてピコと応援しているよ。お客様のコメントでしょうか。それでは参ります。セット3 2 1 GO。 いきます。6ポイント。
本当ね。ロックポイント。呼んで。ロックポイント。さあ、そこまで4つ。ロックポイント。5、4、3、2、1。ロックチーム、ロックの成長です。マジで、ロックポイント。そして、ランキング16位に戻ります。西山ひろゆき、ティーブと呼ばれます。さあ、1投目から、ノーモエリアか、8ポイント。いいフローバー、キャッチ、7。1投目、まずは、7からスタート。どうだ、ラインを飛び越えたら6。風がないから誰もミスらへんと。見たいね。もうこの左側がアウト1。行くね。さすがやね。行くね。いけるもんね。まだ若いし。ゴーゴー。ナイスショー。行くね。頑張れ、いつも。見て、キャッチ。おー、10ポイント。いいじゃない。ジャンピングキャッチは4ポイント。はい、スモールのランキング1。緊張しております。ナイス。1ポイントは4ポイント。はい、1ラウンド終わりました。テラーは今のところ6位ですね。よく頑張りました。テラー、サンキュー。最後の1球がちょっともったいなかったな。眩しかったな。ピコ、次ピコ 3WD。 ピコ、タラ、ション、ション。ピコ、タラ、ションやってええな。誘ってもらってよかったな。よかったね、ピコ。あ、ピコもやれるじゃん。テラは明日も頼むぞ。はい、じゃあ、ね、え2、1、4、3、2、0、0、はい、3WD の練習です。あーで、行きました。60ポイントでまた入れ替わります。さあ、その60ポイントをピコからチョン。はい、それではチームピコからチョン入ります。セット3、2、1、ゴー。さあ、1投目ピコからですね。キャッチしましたのは5ポイント。次は誰だ。チョンちゃん、5ポイント。そして戻って、タラちゃん、スネークタラちゃん。ちょっと難しいですね、この組み合わせね。チョンちゃんとタラちゃんと一緒に。さあ、難しいですね。さあ、タラちゃん、フォーカーズ、いいのか。さあ、次は。ピコだ、戻ってピコ、戻ってピコ、戻ってない、戻っ、いや、ディスクは戻れば OK。 ピコ、ピコ、ラ
あるからね、リスクが分かればそうですからね。どこにか。ソンちゃん。ソンちゃん。オーケー。あー、カンタ。さあ、タラさん行くよ。戻ったら OK よ。まだ戻ってない。まずリスクが戻ればいい。OK。タラちゃん、惜しい。90ミアウジン、ゴー。さあ、急げー。急げ、タラちゃん。さあ、マイペースだ。スーパータラちゃん。おやつでちょっと、どうだ、キンミアウジン。アップと。ナイスだ。頼んだぞ。5 4 3 2 1 time out. さあ、このチームのポイントは14ポイントでした。さあ、どうでしょうかね。さあ、まずチームまず失礼いたします。救済人道上田さん、広瀬さん、佐々間さん、小峰さん、チーム取ったよ。リコ取った。最後のやつはでも取れたぞ。最後のが一番綺麗に取ったんだけど、一応これ一応しちゃったけど、なんかいただいてばっかりで。これめっちゃ可愛い。ほら肉球食べれんじゃん、可愛すぎてな。こんにちは、終わりました。ちょっとレベル高すぎる。テラは5投中4投キャッチで24ポイント、今は6位につけております。ミスったらダメって感じ。そうだよ、あれやったね。いや、グランプリファイナルはいつもそうでしょ。あれテラちゃん眩しかったな。白内障には厳しかったよ。天気がっていうかね、光が強すぎたね。ちょっとね、白くなっちゃうあれは。でもテラ頑張りました。ピコはね、今日誘ってもらって 3WD って言って、3チームが一緒に1分半順番に投げて取るっていうゲーム、出させてもらったんだよ。楽しかったわ。今日はみんなできたね。家族揃って楽しめました。では今からお風呂に向かいます。はい、到着。ここに止めます。ちょっと動画いい余裕でした。お風呂行ってきました。スミレの湯、なんかすごい銭湯だったね。あのお湯の、お湯っていうか、あの浴槽の上に絵がついてるっていうさ、なんかゆっくり入れていいお湯でした。あ、そう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 、信州そばどころ。そう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 、ここだね。駐車場も広いし、セルフサービス型。流れていきます。ではお会計をお願いいたします。そばつゆ入れすぎた。はい、おそば自分に入れます。さすが、いろいろ中山。とろろすごいね。とろろうまそう、ね。ソースカツ、うん、どうぞ。熱いかな。いただきます。オッケー。はい、着きました。テラちゃん、おやすみ。また今日もそこで、私と寝るんですか？はい、パパさんおやすみ。よっしゃ、二日目。二日目。さあ、頑張って。決勝ラウンド行ってもらおう。決勝ラウンド。残りたいね。今日もね、なんか予報では風があまりない予報なんで、難しいね。やっぱ失敗したなっていうか、キャッチできなかったら落ちちゃうね。楽しんでくれればいいわ。今日も一日頑張ります。ピコと私は応援頑張ります。重要文化財の橋みたい。紅葉がいいね。昨日の場所空いてる。
もうすぐあと10分で2日目始まります。無風だよ、無風無風。今日もなんか同じような天気なのかな。ねえ、今日もいい天気、山が紅葉してて綺麗だね。着いたよ、今日も頑張ろう。ピコは応援してね、休憩しとって、もうちょっとね。セカンドラウンド始まりました。今日は何度も投げ練に行ってます。やっぱ緊張するせいかな、でも納得するまで投げてテラと戦ってほしいです。頑張れ。はい、今日はピコちゃん出番ないので散歩です。会場横の河川敷。はい、それではジャッジスタンバイお願いいたします。さあ、もうすぐスモールが始まります。さあ、それではスモール族セカンドラウンド入ってまいります。本日は14チームということで、グランプリファイナル決勝に残れるのは5チームです。セカンドラウンドをスタートいたします。さあ、スタートしまいりますが、セカンドラウンド1投目フィールキャッチ6からのスタート。ヒットね、キャッチ決まったのは4ポイント。キャッチは6ポイント。キャッチ6。ヒットね、ガチキャッチ7。届いた。7。ラッキー2枚の8。頑張れ。6点入ります。6点レガ、イギモ、ルカ、トンズ、ロスモ。本日のゲストバンドチームは5チーム。それではレガ参ります。セット3、2、1、ゴー。一投目見て見て見て、やばい、出なくない。6ポイント。この寺はお母さんとね、スモールドッグチームでした。パスはどうでしょうか。 OK、 出なくない。おいしい、おいおーそう。まだ中にいるものがペグレント寺に食らわせてる。これが3投目レビア6。そうそうそう、はい、頑張れ、頑張れ、頑張れ。15秒くせ、絶対です。いいよ、いいよ、いいよ、頑張れ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 、いいよ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 。そこで対決、後藤ロングしてきました。いいよ、ありそうで、8ポイント。もう終わりだ、終わりだ。トータルが52、トップに立てあげます。これが52、ここまでのポイントリーダー。さあ、追いかけて、まさかか、ゾッケンハリだ。1投目、6ポイント。ピタちゃん、テンポイント。テラ、ご苦労。テラ、ありがとうな。1投目がちょっとびっくりしたね。先にタイミング合わんくて。はい、ピコも応援ありがとう。テラ、頑張ったよ。テラ、これで決勝ラウンドに行くかどうかの当落線上。もうこれでダメならもうしょうがないね。もう全力だった、あれは。よくできたね。ギリギリでも何でもいけたらいいね。結果を待ちましょう。3投目、今度はど真ん中の橋。6ポイント。痛い痛い痛い、頑張れ。橋、6ポイント。綺麗なジャンピングキャッチ、6。
決勝ラウンド進出5チームを発表いたします。予選通過1位59ポイント6点、2位通過2チーム55ポイントで本部、同じく2位通過55ポイントコスモ、そして4位通過が2チーム52ポイントでイコラ、そして同じく52ポイントでリッカ、そして以上5チームです。寺ちゃんなんとか決勝に残れましたよ、ギリギリ。さあ最後決勝ラウンドも頑張ってもらいます。プロディスクもらいました。全力を出していいプレーを頑張ってください。どうよ、4位で通過からもうドベなんで、とりあえず前頭キャッチ目指します。はい、頑張ってください。欲張って7いく、ガンガンOK、 はい、頑張りましょう最後まで。じゃあこれこんなんでいいんでしょうか。テラやるよ、決勝ラウンドね、目標の決勝ラウンド来たよ。最後はねもう頑張って取るだけ、全部取るよ。ちょっと追い風があるんで今ディスク落ちるからな、よく見て取ってくれよ。でも無理はしなくていいよ、ピコ最後最後のゲーム行くよ、応援してね。ね、ここでちょっと待っとって、ここで応援して。それではスモールク決勝ラウンド入ってまいります。目指して、これがどうだ、オープン、オープン。ただ本日ください、バーシング24、セコンドラウンド28、トータル52ポイントを持っております。何数を追いかけるやろ、24決勝ラウンド。そして後続のチームに左からじゃないの、左からじゃないの、こっちじゃないの、左から左から右、セーフ3、2、1、ゴー。よく見てよく見てよく見て、ワンポイント、アジア止まってる止まってる、いいよいいよ、いける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 よ、4ポイント、イエーイ、さあ1ポイントで取ってこれが3投目、30秒、おー頑張った、6、さあ風に流されたリスクを待って捉えた、さあ4、4、6、6で5、4、3、2、1、ポイントは元中4個の成功20ポイント効果で72です。後続のチームこの72を動いたね、流れたね最後ね、はい、お疲れさん、はい、頑張った。さあ、続いて登場するのはスロードック、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 取ってくれたね、最後惜しかった、ディスクちょっと流れたね、でもありがとう、もう泣けるわ、テラもピコもありがとな、よく我慢してくれたね、ここで、うん、さあ1個目早いです、追いついた、惜しい、しかしスモールドッグファイナル優勝はコンビネーションでおめでとうございます。
2位の男と呼んでください。すごいじゃん。また2位じゃん。2位グランです。皆さん大きな拍手。おめでとうございます。いいの前です。いいの、いやー惜しかったな。2ポイント差だって。スマールドカップ準優勝ペナのチームおめでとうございます。大丈夫大丈夫大丈夫、早く行きます。テラこっちだよ。テラ。はい、おめでとうございます。そしてはい、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 テラを気をつけて連れて行ってください。なんちゃん。よかった、テラもらったぞ、これ綺麗なの。ほらほら、メダルもらった。ねえ、七夕やったね。ほんと七夕だったね。頑張ったね。だけど、やっぱりね、ほんと運があるからね。すごいすごい、頑張った。テラおめでとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来年も来れたら頑張ります。お疲れ様。はい、2日間終わりました。お疲れ様。大回りして帰る。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。はい、じゃあ、いやーすごい良かったね。まさかの表彰台。そうや、しかもあと2ポイントで優勝まで行ったね、うん、ありえん。決勝ラウンドまで来れてよかったとか思ってさ。うん、本当だよ、ギリギリだったもんね。ああ、もうみんなすごい投げる人たちばっかりだったし。そう、あのあれじゃもうテラはもう太刀打ちできんと思う。太刀打ちできんもん。いぶし銀のテラのいつものあのもう粘りで、うん、ベテランの味っていう風に言ってもらおうかな。いぶし銀って言って、はい、泣いとったじゃん、最後の子なんてもね。え、すごいわ。すごい練習してたから。ああ、やっぱりみんな真剣にやっとると泣けるわな。うん、さあ、じゃあ疲れを取りにお風呂に行きます。はい、なんか結構混んでるね。うん、みんな行楽日和だからね。うわ、すごい赤、綺麗だね。はい、お風呂、小松草の湯にやってまいりました。すごい綺麗、紅葉ね、えめちゃくちゃ綺麗じゃん。はい、入ります。さっぱりしました。じゃあ今からスーパー寄って今日の停泊地行きます。スーパーね。あれって違うかな。あれ、あの姿。テラちゃん2位のメダルいただきました。そしてこんなにたくさん景品もらいましたよ。ここにさ、ほら、ディスタンススモール2位、最高だぜって書いてある。さあ、ちょっとこれは何が入ってるか開けてみます。なんか景品、おもちゃがいっぱい入ってる。ちょっと出してみるわね。ほら、ピンクのさっきの袋にフードとおやつ、そしてこのおもちゃ。あ、ピーになるな多分。違うのこれ、これ柔らかい。あ、耳が動いた。お腹と頭を押すとブピってなるよって書いてある。なったじゃん。で、耳もピクってなるんだよ、ピクって。テラのやな、これな、でも。じゃあ惜しかったが、テラ怒った。ピコ、
なったじゃん、ほら。カメラ目線になったじゃん、急に。お前は食っちゃうから。こんなにたくさん景品いただきました。ちょっとせっかくやけど、ちょっと部屋作って。ラインの部屋。お邪魔します。お邪魔してみます。誰やったっけ。モザベイディア。アルコーバです。アルコーバ。タラテ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 ラ同級生。なんで飲むんだり。つながらへんもん。バーボー。やりバーボー。お前か。バーボー。そう、エキセントリックよ。何エキセントリックって何。バスボール。あ、ダンクダンクダンク。軽音楽。バンド。軽音楽。軽くない。重音楽の方。そうそう、重低音。そう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 。テンペスト。家賃1万5000円でさ、うんうんうん、そこ入ってな。え、そうなん。なんでそこまでこの人にかけたの。かん、その、かん、生業やから、お魚関係かな。それ鮮魚。ああ、鮮魚か。ああ、そういうこと。まあ、とりあえずこれで作成するわな。うん。はい。リッテラちゃん、今日お疲れ。おやすみ。行こう。そこ母ちゃんとこだよ。おやすみ。行こう。はい、皆さんお疲れさんでした。おやすみー。